はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのスタミナピックアップガチャを引いていきたいと思います。最大の目的はマグロですね。マグロくんをとにかく回収したい、釣り上げたいということで、一応今ねマグロの PSR を持ってるので、レベル50に近づけられればいいかなと思ってます。あとサチコさんもそもそも SR 持ってないので、もしここで出てくれれば、かなり嬉しいかな。であと今もう挑戦状の週は終わっちゃうんですけれども、もうねシモン君のねこの大放出具合がすごいよね。 PR1 枚おまけで20連で SR1 枚おまけで30連目になると PSR のシモン1枚おまけということになってるので、そうだね、シルバレー自体はね、作っておいて損はないキャラだと思うので、ちょっと余裕があったら、引いてみてもいいんじゃないでしょうか。自分は完全にこのマグロ目的で引いていきます。とあと一応今来てるのがこの精鋭ピックアップガチャですね。内容的にはこっちもかなりいいと、思うんですけれども、自分はね結構この中のキャラ揃ってはいるんですよね。暁守君に至ってはもう PSR プラ50なんで、プラ50じゃねえやPSR プラ5の50なんでね、4回目でバナー PSR が出るんですけれども、他のキャラもやっぱり欲しいは欲しいけどね、ルナちゃんとか PSR 欲しいんだけど、ちょっと、どうだろうね、リスクの方もあるんで。あとこっちの100時間限定スタッドダッシュガチャ、お一人様10連ガチャ1回限りということなんですけど、これさ、俺最初無料だと思ってたもん、こう内容的によく見たらさ、パワーストーン250個で SR 以上イベキャラ1枚確定って書いてあるんですけどこれ無料でいい内容だよね。お一人様1回限りって書いてあるからさ、100時間以内に始めた人はこれ無料で1回 SR 確定で引けるんだって思ってたらね、パワーストーン250個だからね、250の価値はねないと思うんで、今のタイミングだったら正直こっち引いた方がいいよね。これがね100時間スタートダッシュ、パワーストーンどうだろうね、50個で引けるとかだったらいいかもしれないけど、正直無料でいいレベルだと思います。だから今回なんていうの、その一応期間限定でもうすでに始めちゃってる人もこれ引けるじゃないですか。ただ別に引けなくていいから、そのスタートで始めた100時間限定の人はこれ1回無料で引かせてあげていいと思うんだよね。そのくらいのレベルだと思うんですけれども、引かないです、だからこれは。というわけでちょっと前置きが長くなりましたけど、スタミナピックアップガチャ引いていきましょう。バナー単ガチャで PR3 回出んのか、バナー3回引いていこう。ここはさささっと、スザクはもうプラゴなんだよね。2回目またスザクか、スザク祭りとかになりそうだな。3回目スザクマジかよ。じゃあ10連系に行きましょう。初回10連 SR が1枚確定、一応 PR のシモ君がついてくるみたいですけど、おお、ミサちゃん、ただミサちゃんも俺プラゴはプラゴなんだよね。もうここら辺はね、いつか PSR を引けることを待ってレベルを上げておくってことだよね。で20連目に行きます。ここも SR、 いやバナー SR か、バナー SR で SR のシモン君と、でシモンももうあれだよね、シルバーバレットの成功率とか上がってるよね多分。ちょっとそこら辺覚えてないスザクか、スザクがいっぱい出てくるな。最後の SR、 これはあれ、おマジか、これ超嬉しい、これはマジで嬉しい、 PSR 雷か、いやこれはいいな、いやよかったよかった、こいついいやマジでおまけだな、シモンは本当おまけだなこれ、いやこれ本当嬉しいな。じゃあ30連目、ここもバナー SR で PSR のシモンくんということですね。いや雷はねマジで使うからね、
これバナーキャラか。反転スラスザク。もうスザク出すぎだろ。PR のマグロくん。マグロが欲しいんだって、だから俺は本当に。まあ、R が2つか。おまけだな、本当に。シルバレキャラはね、俺まだちょっと作ってないんで。ちょっと最近ね、思い始めてるのが、そのパワチャレ用のピッチャーは、査定用のピッチャーじゃなくて、パワチャレ用のピッチャーは、なんかその、折り変化、オリジナルストレート持ってるやつで固めようかなと、ちょっと思い始めてるんですよ。なんとなく。趣味で。で、次なんだっけ、次40連目か。ここが最後ですね。バナー PSR、確定してますということで。幸子さんはマジで縁がないな。一応2つ入ってる。おお、幸子さん、まあ持ってなかったからね、 SR 自体を。マグロがあんまり来なかったね、その分。スザク、お前どんだけ来んだよという感じになりましたので、まあ、あの幸子さんが手に入ったのと、あとは雷の PSR ですね。これは本当に嬉しい。で、マグロは、手に入んなかったんですけど、まあいいかな。雷 PSR 本当に手に入ったのが良かったんで、まあそんなわけで、今回のガチャはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。